札幌雪まつりの大通り10丁目 UHB ファミリーランド。大雪像の制作が始まるのを前に安全祈願祭が行われました。大雪像は3月に開業するファイターズの新球場とおなじみのポーズを決める新庄剛志監督で、今日は関係者が工事の安全を祈りました。ボールパークはこの2023年、全土全国で、注目されるあの施設であります。事故なくですね、順調に作業が進むことを心から記念いたします。札幌雪まつりは3年ぶりとなる会場開催で、来月4日から11日までです。